王幸地像、王幸地は、中国語漢末期から精神にかけての人物。字は、旧印。徐州郎や軍林義県の出身。義、精神の神で、二十四皇の一人。全漢の王基地を先祖とする、郎や王氏の一族。皇祖父は、王従う。曹祖父は、王恩。祖父は、和に。父は、王徹る。子は、王はじめ、王夏、王香り、王烈。 王うかおるなど。いぼていは、おうらん。おじは、おうあきら。どに、おうたけしら。うたがわくによしさく、とうどこう、おさちは大変親孝行であった。早くに実母をなくし、マま母のしゅが、お幸さちを慈しまず父に残言したため、父は、お幸さちを愛さなくなった。また、しゅが、お幸さちに牛小屋を掃除させたが、お幸さちは、さらにうやうやしく、 ママ母に仕えた。父母が病気になると、大幸は着替える暇も惜しんで完備をし、薬を必ず自分が毒みじた。ママ母が生魚を食べたがった時、当時寒くて皮が凍っていたので、大幸は、すると氷が自然に溶け込いがに引き羽出てきたので、それを持ち帰った。また、ママ母が紅弱の炙りを食べたいと思った時は、紅弱数十羽が、 垂れ幕の内側に入ってきた。郷里の人々はそれらに驚き、王幸の更新がもたらしたのだと思ったという。リンゴの木に実がなると、ママ母がそれを大切に育てるよう命じたため、風雨があるたびに王幸はその木を抱き泣いた。さらにママ母は王幸を毒殺しようとしたが、弟が王幸をかばって毒味しようとしたため、慌ててその器をひっくり返したりすることもあったという。 弟が常に大幸をかばったため、ママ母は謝って弟を殺してしまうことを恐れ、毒殺を諦めたという。五巻末の動乱で、大明が尊健に殺されると、ママ母や弟と共に、露行へ避難した。その後は30年間、衆や軍からの士官要請に応じなかった。ママ母が死去し、藻に服するようになると、体が痩せ細り、杖をつかないと歩けないほどになった。 その後、旅券が彼を別画として招兵した。王幸はすでに60歳を過ぎていたため、孤児して受けなかったが、弟が士官を勧め牛車を用意したので、仕方なく招平に応じた。旅券は彼に、助州の統治を任せた。王幸は、盗賊が放棄すると兵士を鼓舞して討伐し、州の境界を静まり返らせ、州内をよく治めた。人々は、助州が平安なのは、 王幸のおかげ、国が空にならなかったのは、別賀の手柄と、彼の功績を歌ったという。旅券は、持っていると参考の位に登れるという券を持っていたが、彼は、王幸に、持つべき人が持たないと、この券は害をなすかもしれない。しかし、あなたなら参考にもなれる器量を、お持ちなので、あなたにこの券を差し上げようと思う、と言い、誇示する王幸に強いて与えた。 その後、秀才に、推挙されて、恩憲令となり、昇進を重ねて、広塚佐野になった。総坊が即位すると、即位に関与した功績で、官内功となり、功六君を拝命し、その後、司令行為となった。さらに、九県討伐に従軍し、風有を四百個加造され、大城に占理、万歳抵抗となった。総坊が、太とへ足を運んだ際には三郎となるよう、 命じられた。僧帽に対し難免して、主婦の地位に置かれ、名王、聖帝とは何かということや、君臣、政治の要点などを訓示した。僧帽が殺され、進家たちが藻に服すると、王サチは号泣同国して、私めの無力のせいでございますと言ったため、周囲は皆恥じったという。しばらくして死空に、ついで単位にいたり、自中を加えられた。後当尺の制度が始まると、 両行に封じられ、風有は1600個となった。柴明が、新王になると、大幸は、淳と共に一見に赴いた。淳は、大幸に、小国、新王は大変尊い身分なので、拝礼を行うべきですと言った。しかし大幸は、小国は大変尊い身分ではあるが、最小職であるから、参考である我らとの差は一段しかなく、ほぼ同等である。 陛下の参考でありながら、他の者に拝礼を行うことなどあるだろうか。そんなことをすれば、義の名簿を失い、新王の徳を損なうことになる。私にはできぬ、と言い、淳は拝礼を行ったが、王幸は威釈のみをした。柴明は、今日初めて、あなたが私のことを重く考えていることが分かったと、言った。柴縁が、義より前兆を受けると、王幸は、王の保つとなり、 借位が公になった。武帝は、王幸何層、帝王貴らに政治上の意見を求めた。王幸が老年を理由に地位を降りようとしたが、武帝はそれを許さなかった。漁師中、進むの方の李密は、王幸が病気で懲戒にも欠席していることから、罷免すべきであると上層した。しかし武帝は、その上層を決裁しなかった。 その後も、大幸は地位を誇示したので、官を折り両校の借位で家に戻ることを許された。地位は参考より上位とし、法禄もそのまま支給することとされた。大守五年、八十五歳で死去した。臨終の際、子孫に、親、徳、孝、ただし、帝を重んじる威君を与え、また弟には、お前の子孫はきっと交流するから。 この剣がふさわしいであろうと言い、旅剣から授かった剣を与えた。王蘭の孫は、当身初期の最小になった王道である。王幸は、没後、武帝から特に朝服や銭などを貸しされ、元親家と送りなされた。彼の葬儀に駆けつけた者は、朝廷の大臣ではなく、親族や懲りばかりであった。同族の王ヤビスは、王の保つは清らかであったと言えようと言った。 新当女等最小制形表12中では、オ応ンとする。敗章子が引く、オシップによる。新女では、この部帝としているが、誤り。ありがとうございます。